桜島行きます。それは昇天します。昇天します。そう。いろいろバスの時間とかもあるんで。ね。それはとりあえずですね。2006年の妻声でみんな超久しぶりに聴いたんじゃないかなっていう曲で、地味な曲です。人次郎が知ってる。皆さん、長い時間ありがとうございます。軽くね、3時間で。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、
とりあえず演奏の方は終わりです。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。3ヶ月後に参加できます。ありがとうございました。3ヶ月後あ、9月9月か10月か。はい、10月だったら4ヶ月だよ。クエスチョンだ。だいたいなんか4ヶ月ぐらいだ。あとはじゃあルカ君のリクエスト頼んで使ってもらう。ちょっと来ちゃう。それがお前のあだ名さ、マキシー、お前はバカな女さ、マキシー、夢を見たことがあったろう、マキシー、二人で金を儲けて私の連中集めて自由な自由なお城を作ろうと、最後の曲ですみたいな、
かなと思ったんですが、まだまだ歌いますよ。もうちょっと続いても博多のオーケストラ白いギターのマスターガンちゃんです。ありがとうございます。初めて紹介してもらった気がする。毎回していつも司会者いない。あんまりみんな聞こえないところで。あ、そう。初めて見るっていう。あ、はい、あ、初めて。こんな生物。あ、初めての方はいらっしゃいますか。いつもよりもちょっと気合がいつも入ってるけど、ね、入ってるんだけど。じゃあ、始めたいと思います。福岡県は、天神の方からやってきました、白いギターのマスターの、見ながらガンちゃんって呼ばれています。なんかこれ、ルカ君が気になったのに、こう声もあるなんで声だったの。え、ルカですね。なんだろうね。ガンちゃんとの違うキャラにしよう。